前原の読み方では、滋賀県前原市内における、前原の読み方に、濁る、前原と濁らない、前原が存在することについて解説する。前原を、前原と濁った読みをするのは、前原市、前原駅や、市内の学校などなのに対し、前原と濁らない読みをするのは、前原インターチェンジ、前原 JCT や合併により廃止された、坂田郡前原町などである。 米原駅周辺の、米原市米原は、米原市米原となる。クリップ米原 JCT の案内版。米原と書かれているクリップ、米原駅の駅名標。米原と書かれている、米原という地名の由来は、周辺一帯が露的が生い茂る荒れ地であった頃に、道に迷う行人が多かったことから、名、原と呼ばれた。 やがてそこに他が開拓されて、前原と改められたという。この頃の読み方は、角川 1979P636 では明記されていない。1889年7月1日、関接鉄道によって、現在の東海道本線となる路線が開通し、前原駅が開業した当時にも、すでに前原を、前原と読む説と、 前原と読む説が存在していた。その中で、前原駅は、坂田郡入江村に設けられ、駅の開設前まで自治体の名前であった、前原村からではなく、もう一つの説であった、前原を駅名とした。また、この時に、前原駅が設けられた、所在地は、大技の前原であり、前原にある前原駅が誕生した。また、1980年に、 北陸自動車道が、名神高速道路に、前原ジャンクションで接続し、前原インターチェンジが開業した。しかしその後、自治体名である前原町に合わせる形で2001年に、前原インターチェンジに改名された。坂田郡の三島町、伊吹町、前原町は合併することとなった。合併に伴う事項の協議を行う、合併協議会が設置され、協議会では、 新氏の名称についても提案された。2003年10月16日に行われた第1回の協議会では、新氏の名称について候補を公募し、協議会の省委員会で5候補程度に絞り込むこととなった。2003年12月15日から2004年1月30日の間で行われた名称の公募の結果、無効となったものを除き1542件の応募が、 あり、特に応募数が多かった候補は、米原、米原、酒田、伊吹山などである。これらの応募を受けて行われた、小委員会では、選考においては、歴史、文化にちなんだ名称、全国的にアピールできる名称、地域の特徴を表す名称、住民の理想、願いにちなんだ名称の点を参考に応募された、すべての作品が選考された。 一人三候補の投票形式で行われた一時選考で選定された16候補から省委員会での協議により天の川、いぶき、酒田、舞原、舞原の5点が選定された。そして2004年4月15日に行われた第7回の協議会で新しい市の名称の協議が行われた。決定方法は協議であり、協議による決定が困難な場合は、 協議会での投票により決定されることとなった。協議ははじめ、米原を推薦する意見が多数上がった。理由は、公募での応募数が第一位であったこと、東海道新幹線の停車駅である、米原駅が知れ渡っていることなどである。一方、公募での応募数を理由に、米原とすることには疑問の声も上がった。公募での投票は、地域全体で行われているものであり、 前原町民の応募数、山東町民の応募数といったエリア別での応募数についてのバランスが考えられていないというものである。次に推薦が多かったのが伊吹である。伊吹さんは日本百名山の一つであり、自然、歴史的に見ても知名度が高く、インパクトが強いといった意見が出た。坂田を推薦するのは山頂の平等合併で、 いずれの町の名前からも取らない新しい名称にするのが良いという理由からである。なお、天の川と米原については推薦する者はいなかった。協議会の参加者から意見が述べられた後、新しい市の名称は最多数の意見である米原とすることについてを他の候補を推薦する者から理解を得た。そうして、新しい市の名称は米原市で決定した。この選択は、 歴史のある地名から氏名をつけた高賀市とは反対の選択である。これにより、前原市と前原駅は、前原と濁る、高速道路の施設と、大技は、前原と濁らない、という二つの読み方が統一されずに存在する状況ができた。以下三つは2001年6月に、前原から、前原へ変更し、現在は、前原。ありがとうございます。